ケンビチャンネル、はい、どうもケンビです。今回は重心化返したモーツァルトとダウトを一緒に野幕へやっていきたいと思います。最初に紹介するのは日野マスさんって、アナスタシア持ってない、上杉のタス調整失敗しちゃったよっていう方、もしくは1体しか持ってなくてレベル120マックスにしてる方、ぜひね参考にしていただければなと思います。初手の打ち方ですが、特に目印はありません。 4P に当たりに行くだけ、 2P、3P にはできるだけ触れないように弾いていただければなと思います。続いて2手目、2手目でダウトを配置していきます。以前紹介した上杉の編成に一緒です。目印ポイントはこちら、岩があるんですけども、岩の切れ目に矢印の右の辺を合わせていく形です。3ピンに当たり配置を取り、友情コンボはアップして抜けていく形になります。配置完了。ここでダウトの友情を拾ってエナジーボールでワンパンしていくんですけども、ここで一つポイントがあります。今回3番手にパックを入れてる理由というのが、有利属性である水と火の関係でしっかり削りを入れてエナジーボールでワンパンしていくんですけど、弱点の中心を通っていくような感じで打っていただければしっかりワンパンできますので、皆さんもぜひやってみてください。こちらは失敗で、エナジーボールの発動具合によって先にボスが撤退することがあります。続いて水の間2手は以前も紹介したんですけども、4手目にモーツァルトを入れると殲滅力の高い超強艦補充8、そして超絶ホーミングでサクッと抜けれるようになったので、より効率よく野幕絵ができるようになりました。打ち方詳細は概要欄に水の間2手の詳細動画ありますので、そちらをぜひ参考にしてみてください。以前もモーツァルト使ってたんですけども、さらに回りやすくなりましたので、皆さんもぜひやってみてください。ワクワクの力キャラの紹介をしていきましょう。最初に紹介したのは日野マスさんって、上杉アナスタシア持ってない方、ぜひ会話やってみてほしい。今回使った初手のキャラはモンタマリドラ。リドラは特にスピード調整とかせずそのまま使えます。モンタマリドラ引き換えちゃったよという方は、ストライクジュニアで同じようなスピード感、33キロほど、もしくはその前後で、ね、全然いけますので、そちらで調整していただくという形でやっていただければなと思います。続いて2手目のダウトはスピード調整をしております。スピードは370から380ほどに合わせていただいて、レベルは120、超スピードにはしないでください。遊撃照明こちらをつけて、できるだけボスの HP を削って効果力を出していくと。紋章は対比の心得と対弱と、ガチガチのダウトで挑みましょう。3番手はパック。パックは同族三種をつけてます。これがなぜかというと、できるだけですねボスの HP を初手で削っていきたいんですね。同族三種つけております。ペルセウスより有利属性のパックがおすすめとなります。レベルは120に上げてくださいね。続いてはモーツァルト。今回重心化返したモーツァルトはスコア、学び、遊撃、遊撃がついてればいいかなという形ですね。私の学び要因です。今回はノマにかなり使えるんじゃないかなと思います。レベルは120、挑戦権は解放済みです。続いて水の間見ていきましょう。水の間は以前も紹介したのですが、改めて紹介していきましょう。先ほどのダウトとは異なります。ダウトはゴーデスの中でかなり難易度優しめになっておりますので、いろんなダウトを作ることをおすすめとします。レベル120、超スピード解放、照明、平明、遊撃をつけて挑んでいけばすぐに2手決まると思います。過激は盛らない方がいいです。続いて2手目はギムレットを使ってます。特に厳選等はいりません。何もなしで大丈夫。挑戦権解放済み、レベル120にしてください。3番手はナユタを使ってます。
ここはペルセウスパックとかを使えるより友情コンボアップのキャラを使っていただければなと思います。ワクワクは同族過激速ついてますが特に必要ありません。最後はモーツァルトは先ほどと一緒なので省略というわけで、モーツァルト重進化会を使った新水の間火の間お届けしました。皆さんもぜひぜひやってみてはいかがでしょうか。以上ケミでした。ご視聴ありがとうございます。